はい、皆さんこんにちは、内山隆のノックアウトチャンネルです。今日はですね、1月6日に行われた重岡銀次郎対ダニエル・バラダレス IBF 世界ミニマム級タイトルマッチですねの試合について、ね、ちょっとすごい変な判定だったなというか、すごいストレス、フラストレーションたまるような内容だったんで、話したいんですけども、まあ内容としては序盤からもう重岡が圧倒して、で左ボディなんかも、うん、いいの入れてちょっと効いてきたなっていうところだったんですけども、まあ結果はね、3ラウンド、バッティングによりドローとかでも何でもなく無効試合、よく分かんない結果っすね本当になんだこれって。俺試合見たんですけど、バラダレスのね、はい、パンチじゃなくてバラダレスの頭が、お互いまあ打ち行ったところだったんですけど、バラダレスの頭がですね、こう重岡銀次郎のここら辺に入ったんですよね、顎に、はい、お互いこううーっていった時に、いやそれでね、バラダレスが頭が痛いと、多分ね、内緒というか分かんなかったんですけど、ずーっと頭痛いと、もう嫌そうな顔して頭痛い頭痛い言ってたんですけども、まあそれで結果ね、なんか何分間か休んで、で再開されないっていう、はい、で無効試合になるっていう、よく分かんない結果になったんですけども、いやぶっちゃけどっちかって言ったら、あここでね硬い部分でもらった重岡の顎の方が痛いだろうって普通はでそれでね、まあなぜあの判定になったかで、レフリーもなぜあそこでもう何試合終了してしまったのか、いや本当超謎ですよね。だってあんなね、ぶっちゃけ言ったら何発も何発も殴られてんだから、あんな頭にちょっと顎当たったぐらいで、そんな痛いわけないじゃないですか、うん、普段はガンガン殴られてんだから、みんなあれがねちょっとね、僕の中ではもう相手のそのやっぱり戦う精神、うん、ボクサーとしてやはり強くなりたいって思いからボクシング始めて、でねチャンピオン取りたいなって、強さを求めてやってたはずなのに、なんだその弱腰はと。本当にね、ちょっとまあ重岡ね、渡辺ジムの後輩でもあるんで、うん、やっぱ思い入れがあった部分もありますけど、ひどいなと思いましたね、うん、あれだってあれをありにしちゃったら本当負けそうな選手がちょっと軽く自分からバッティングして、なんかもうダメだ頭痛くてできないなんて言ったら、それも試合に成り立たないですよ、はい、今後だレフリー何やってんだっていう。でしかもレフリーもそうですけど、ジャッジもいて、ね、プロモーターというか、まあその関係者みたいな IBF とかの、なぜそうなってしまったっていう。会場でもスローで流れてたじゃないですか、はい、でどう見ても、ね、ダメージあるの重岡じゃないですか、はい、あの頭から顎にもらって、ね、でも試合の中では、まあ、はっきり言ってもバラダレスも KO 負けは、あこれ KO 負けするなっていう状態でしたよね、 1,2,3 見て、うん、だまあそれで勝てないなと思ってなっちゃ、ああいう風になったと思うんですけど、これなんでこうみんなレフリー、ジャッジ、関係者、それをちゃんと検証しないのかがすごい謎でしたね、うん、あんなはどう見てももう逃げただけじゃないですか、危険じゃないですか、はい、うん、極論これがまた今後も通っちゃうと試合が成立しない。いや、ね、本当ですよ、本当ですよ、ね、あんなことな、例えばじゃあ、ね、試合中こうお互い体ぶつかってで倒れるとするじゃないですか、あ腕がぶつかって揉めた衝撃で腕痛めたとか言ってもうできないって言って、それじゃあこれはしょうがないってことと一緒ですよ。本当にそんなあったらね、試合もチャンスなんかどんどんなくなっちゃうし、いや重岡本当かわいそうですよね、うん、あそこまでのラウンド見た限りだと、もう重岡選手がおそらくまあ多分もうそろそろ中盤までに倒すんじゃないかなっていう内容でしたもんね、感じでしたよね、はい、それはああいう形でこうなね、チャンピオンがなんかもう頭痛いみたいなふりして、なんかかっこ悪いですよね、うん、だってもう僕よくね、ボクシングでよく思うのが、例えばローブローとかあるじゃないですか、はい、ぶっちゃけローブローなんて効かないですからね、あ相当思いっきりブーンっていって、本当にもうね、股の本当にこうなんですか、もう真下あたりに入らないとぶっちゃけローブローって効かないですから。俺なんか試合でローブローを打たれて、ローブローだってアピールしたことは一回もないですよ、別にこんなとこ打たしてやるよって感じだったんで、別にダメージないんで、むしろローブロー打たれたらもうすぐさボディーブロー打ち返すっていう。それはなぜかというと、相手がローブロー打ってあっと思って一瞬あやっちまったと思うじゃないですか、
気抜けるんで、その瞬間に僕はすぐボディーブロー打ち返すんで。なるほど、うん、ぶっちゃけねローブローなんてまず効かないし、とかね、なんでねそういう風にね、まあだから結構多いですよねやっぱね、そういう、まあだからとにかくまあ、昨日の試合に関してはどう考えたってあんなのおかしいですよ。そうですね、あれは続けさせるべきですよ。 IBF の方で何かちょっとこう答えを出してくれるのかどうかですよね。そうですね、なんか再戦を組むっていう流れも今、あ、流れなんか話に、ね、なってるみたいですけど、ただ逃げそうな気もするじゃん。確かに返上とかね、はい、うん、そんなんやったらもう剥奪ですよね、本当にね、うん、ちょっとねボクシングが本当つまんなくなる、あんなんだったら。どんなに強くてもあのあれで逃げられると勝ちようがないなっていう。いや本当っすよね、うん、いやあの試合だってもう重岡が圧倒してて、もう重岡チャンピオン目前だなった状態的にあんなんされて、いやかわいそうでしかないですよね、うんうん、いやだからその無効試合になった理由っていうのがまずよくわからない、うん、だったらドローじゃないですか。別に普通に考えたらドローなわけですよ。でなぜ無効試合になった、いや全くその無効試合にした意味が分からないし、うんうん、だって僕だってフィリピンの選手って2ラウンドでバーンとつけてで終わってドローです防衛。ところその無効試合にした意味がよく分からんですね。だって試合の流れの中なんで、じゃ あれをバッティング、お互いの偶然のバッティングとして取るんであればもうドローですよ。なぜ無効試合になったかって本当全くよく分からない、ちょっと判定で、うんうん、そうあれがねちょっといまいちね。だから昔ねその、まあ、違う格闘技なんですけど、キックだったかな、なんだかな、ゴングと同時に殴ったと、あで倒れて立てません、でもこれはゴングだ後だと言って、確か無効試合かなんかになったのかな、いやいやゴングの後殴ったんだったら反則負けですよ、はいはいはいね、でゴング内で倒れてるって判断したんであればダウンじゃないですか。だからなぜそれが無効試合になるのかが謎なんですよね。だからどっちかしかないわけですよ、もうゴングの後に殴った、ゴングの前に殴った、うん、それをなぜ無効試合になってしまうのかっていう結構謎のね、判定があるんですよね、たまに。どう今回のもちょっと、今回のはでもまあちょっとまた違うパターンなんですけど、はい、うん、頭当たって、しかもそんな大したダメージじゃないですよ、ぶっちゃけ。もうね、まあ、僕もボクシング何年だ、結局現役を22年やったのかな、やりましたけど、まあ、頭当たってもうなんだそれできないとかそんなんなったことないんですよ。まあもちろんね目が切れてもう僕はね骨まで見えちゃったんで、もうそれでね、ドクターがあこれはもうちょっと深すぎるから、うん、ダメだっていうのはありましたけど、でもそんなだってダメージなんかぶっちゃけ残んないですよ、うん、俺だってあんな倒され何回も倒されてますけど、別に終わってもそんな2分後ぐらいにもケロッとしてますもん、うん、全然。レフェリーが決めることなのか分かんないですけど、あれはぶっちゃけプロモーターとかね、そういう人たちがじゃあ今回試合はこうだって言ったのかもしんないし、うん、分かんないけども、まああれやったら選手かわいそうですよ。そうですね、見てる側も納得できないしっていう、うん、絶対あんなもうちょっと明確にちゃんとやんなくちゃいけないし、お互いのバッティングで試合できなくなったって言ったらそんな試合腐るとなっちゃいますよ。みんな頭だって、あダメだ、ちょっと頭痛いからもうできないって言ったらもう無効試合になっちゃうわけですよね。だからこれが変な風にこう真似されるともう成り立たなくなりますよね。そうですよね。で前回のあいつはバラダラス良かったのに、なんで今回俺の負けになってしまうんだみたいなってなったらね、ダメじゃないですか。まあしかしね、本当にもう不完全燃焼というか、重岡にとってはそういう試合になってしまったなと思って、まあ重岡はね、でもまあおそらく次再戦あればもちろん必ず勝つと思うし、まあそのバラダラスじゃなかったとしても、うん、世界チャンピオンは必ずなると思うんで、まあねずっと応援していきたいとね、うん、思いますけども、まあただ本当に今回の試合のあの最低だけには 最低は本当にもうわけわからなかったです。なぜこうなったっていう、 IBF 側からなこうビデオ検証なりの明確なちょっと納得するあれが欲しいですね。そうですね、もしくはもうバラダースもあれはもういやいやでもう危険とみなして覆してもいいと思ってるんですよ、うん、そんぐらいの本当にレベルの試合でした、はい、うん、まあ、ということでね、ちょっと怒りがなかなか収まらずに今日はすぐにちょっと取らせてもらったんですけども、うん、
まあ、またね今後も皆さん重岡をぜひ応援してあげてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。